今日は、前言うてたタケル対天心の勝敗予想を語っていきたいと思います。天心タケルね。え、天心タケルね。どっちでもええ。そこはもう統一で決まったから。あれは一応天心タケルで決まったから、一応それ合わせていこうかなっていう、はい、なるほど、うん、ジマッチね。いや、ザ ジマッチね。いや、ザマッチね。ザマッチね。うん、じゃあ勝敗予想で、まあ、結論から言うと、はい、勝敗の結論から言うと、俺はタケルが判定で勝つと思います。おお、それを予想しています。おお、はい、ルール決まりましたね。決まりました。決まりました。58キロ、58キロ、はい。当日62キロ、はいはいはい。3時間前計量、はい。3分3ラウンド延長、マスト判定の1ラウンドかな、はいはい、かなりタケルにとっては不利なルールな感じはするよな。おお、普通に考えて、だって3時間前に蹴るやろ、うん、で、ウエイトも4キロ、うん、きついやろ。これきついきついでしょ。だって戻して62キロやろ、うん、だって普段タケルって60キロで試合してるじゃん。普段60キロ、ってことは K1 の時に60キロで試合してるってことは前日計量やる、うん、当日多分60、主語は絶対普通にあると思うよな。645ぐらい普通にあると思う、うん、リカバリーして、うん、でも今回は58の戻しが63、うんうんうん、までやろう。62まで。あ、62か。絶対きついね。きつい。きついって。だって、簡単に言うたら、計量した後、どれだけ体重戻そうが、まあ、K1 の時は、OK で、うん、そこは何も考えずに言うたら、しっかりリカバリーできるわけやん。まあ、好きなものは食べへんと思うね、別に、うん。リカバリーのために、そこはめっちゃ挑戦すると思うけど、うん、今回は、それが、やったとしても、次の日の計量、まだ3時間後に計量やろ、うん。っていうのと、体重もあるわけやん。だいぶ不利やん。試合始まる3時間前に蹴る。そうそうそう、絶対不利やん。やっぱり制限があるとないとではやっぱ全然変わってくる。気持ちの面でも全然違う、全然違う。あ、でリカバリーのあれも変わってくるから、やっぱ計量後から試合のやつを逆算してこれ食べるあれ食べるみたいなこう決めていくわけやから、うん、試合の3時間前になったらもうそこまでも考えなあかんわけや、うんうんうん、かなり過酷なルールなんかなと、まあ、タケルとっては、うんうんうん、まあ、その中でそれを踏まえて俺は、まあ、結論から言うと勝敗予想は俺タケルが勝つんちゃうかなと、それも思ってる。別にへそれはあってこそ、うん、タケル勝つんちゃうかなとは思ってる。逆にね、うん、3時間前に計量しました、はいはい、こっから何か取れる？3時間前はもう多分取らんと思うな俺は。取ったとしても、まあ、ゼリー状か、うん、もしくはドリンクタイプのカーボドリンクとかそういうので調整すると思うなと。固形物は絶対入れへんと思うな。やっぱ入れちゃうと消化せえへんし、うん、多分めっちゃこう体重たくなるし、うんうんうん、俺は多分取らんと思うけどな。陣やとしたら取らない、まあ、取らへん、うん、俺やったらまあ吸収率が高い、まあ、ドリンク、まあ、糖質のドリンク、例えばそのカーボドリンクとか、うん、そういうの取るから、OS1 みたいな、ああいうちょっとこう吸収の早いような、はい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 、まあ、スポーツドリンク、まあ、糖分入ってるやつを取ったりするかな俺は。逆に天心はどんな感じなの？その体重とか戻し 4キロ、62キロと計量3時間前。いやだって普段多分ナチュラルウェイトでやるようなもんや、多分天心は。うーん、極端な話、多分試合の時はね、うん、普段の練習してる体重でやるような感じやから、そんななんか別にそこまで深く考えてリカバリーとかあんませんと思う。いつも通りやと思うで、うん、逆にタケルの方が絶対きついと思う。気持ちの余裕は天使の方がありそうかなっていう、あると思うで、うん、だからこそタケルが勝つね。逆にハングリー精神で、はあ、分かる、うん、自分が不利な状態かも思うとかそれは分からんで、ね、俺タケルじゃないか分からんけど、うんうん、何クソっていう気持ちがまた逆にあのファイターって出そうやからそこで、うん、だから余計にその絶対負けられんっていう気持ちが高ぶって、うん、行き過ぎだね、うん、やっぱ試合に入りすぎて逆にそれの方が天心からしたらいなしやすいんちゃうかなとか思ったり、まあそれはでも実際リングに立って、うん、向かってみるとやっぱファイター同士が分からへんけど、うんうんうん、まあそこを呼ぶであろうとは思うけどな、天心の方もやっぱり、うん、ああやってねすごい選手やから、うん、まあ、そこまで見据えて試合は組むと思うけど、まあ俺が予想してる中では、まあ、タケルが勝つっていう俺は予想してんねんけど、うん、まあ、その真偽体あるやん、うん、心技体の中でもまあ心の部分ね、心の部分は、うん、もう絶対俺は天心よりかタケルの方があると思ってて、あでまあその技技の部分に関しては正直やっぱタケルよりか天心の方が絶対あると、あそこに関しては、うんうん、そうやね、うん、であと
タイの方やね。これがまた難しい。これがさっき言ったその3時間前の計量とかなかったら、もちろんタケルの方がフィジカルもあって、強いっていうのもあんねんけど、はい、実際これが3時間前計量、うん、で、戻しが4キロっていう制限のルールの中やったら、ちょっと正直分からへん。その時のコンディションを見ないと、うん、まあ、見て分かるもんでもないねんけど、うんうん、はちょっと難しい。ただ、まあ、フィジカルは絶対タケルの方が強いとは思ってるから、うん、その心技一体の中やったら、まあ、ある程度はタケルの方が上回ってるのかなと、うん、俺は結構見てる、うんうんうん、お互いこの58キロ契約62キロ当日っていうのは単純に試合が決まりました、そこに対してお互いこうテンションはちょっとまあ増やすっていうか、体でかいので作ってくる。タケルはちょっとちっちゃめに、例えばやけど今までよりは作ろうとは多分してると思うね、うん、それってそんな簡単にできるもんなんかな。いや、だからこそタケルってすごい長い期間はずっとそういう生活というかそういうのやってんじゃん、うん、グッと落とすよりもやっぱ徐々に落としていって、うん、やっぱそれなるべくそこに合わせた体重で練習できるように、うん、っていうのも踏まえて多分すっげえ長い期間かけて考えてやってると思うよ、うん、じゃあ無理やと思うで。じゃあ逆に仕上げてくる。いや、仕上げるやろ。からこそぐらいの気合しかないやろ。そこに関しては逆に俺は心配するようなことではない。もうもはや、いや、もう心配するレベルの選手とかちゃうやん。俺はここやん。どこどこどこ。あ、映ってない。あ、映ってる映ってる。ここやん。おへそ。まあ俺らここやん。だから俺はここやん、うん、タケルと天使ここやから。映ってないな。それ映ってない。天井越えてるね。ここ、うん、もうそういうことや。ここのやつ、ここのやつらのことを今一丁前に語ってるけど。はい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 。勝敗予想でね。まあね、やってるけど、うん、ここやから。まあ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 、そんなら次じゃあ具体的な展開、例えば、ああ、なるほど、うん、1ラウンドこんな感じかな、2ラウンドこんな感じかな。おそらく、うん、おそらく、まあ1ラウンドはお互いやっぱ様子は見ると思う、うんうん、様子は見ると思う、うん、1ラウンド目は、うん、俺お互いちょっとこう見るっていうか感覚探ると思う、うん、ただ圧力をかけていくのは、まあ、天心じゃなくてタケルかなと思ってて、うん、まあ多分天使は足使うと思う、うん、タケルってその体重というかそのいうリカバリーでやったことない試合やルール、うん、初めてやそのルールって、うん、ウェイトの、うん、だから足使ってちょっとこうバテさすじゃないけどしっかりこう動くんちゃうかなと思ってて、うんうんうん、一覧の目がっつりしっかり天使が動いてタケルを結構こう動かすと思う、うん、そこに対して主導権握ると思う、うんうん、でタケルがどういう攻撃というかどういう攻めをしてくるのかっていうのを多分見ると思う、うん、それタケルも一緒、うん、天使はどういう動きするのかなと、どういう動きで、うん、まあ、主導権を握ってくるのかなっていうのは多分見ると思う、うんうんうん、で2ラウンド目から多分、まあ、しっかり攻める、うん、クリーンヒット、うん、あとアグレッシブさ、うん、を多分タケルが取っていくと思う。あ、2ラウンド目はね。でその2ラウンド目で天心が得意なカウンターであったりとか、うんうん、まあ、これ以上来たら危ないよっていう攻撃とか、うんうんうん、そういうの出してい、いくと思うな。じゃあ1ラウンド目はタケルも攻めながらもこういうカウンターが返してくるんやとか、まあまあ1ラウンド目は、うん、1ラウンド目は要するにいるってことで、うん、2ラウンド目がそれ、2ラウンド目がそう、うん、行くけどアグレッシブさとクリーンヒット狙っていくけど、うん、天心が逆にカウンターとかで、うん、いやこれ以上来たらトンボ倒すで危ないぞっていうのをすごいそこで攻防の中で駆け引きすると思うな、うん、あそこはで3ラウンド目もう最終ラウンドもう行かなあかん、うん、ここで倒しきりたい、うん、アドレナリンがもうボルテージがマックスなところでタケルがブワッと攻める、うん、で天心は、まあ、カウンター返すけど結局3ラウンド3分3ラウンドそのまま行ってしまって、うん、最終的には、うん、タケルがアグレッシブさとクリーンヒット取ってたなみたいな、うん、で感じで俺は判定でタケルが勝つと、へーっていう予想。じゃあ1ラウンド目はもう、まあ、そのままポイント使わず、そうそう、2ラウンド目もんーカウンター取ったかもしれんけどポイント使わず、3ラウンド目、もう詳しく言ったら3ラウンド目でタケルがポイント取って判定で勝ちかな、延長じゃなくて、まあ、そこまで勝ち取ると思うだな、うん、俺雰囲気でも持っていっちゃう。その心技一体の中のその心が最後に出るかなと。あ、最後にね、技の部分は多分天心がまあ2とか、まあ、3とかも出してくるんやろうけど、うんうんうん、その技の部分ではタケル取られるかもしれんけど、うん、その心と体の部分でもう上回ってまうかなと。で押し切って最終的にはうわ印象タケルの方が良かったやん、うん、でジャッジがもう判定で、うん、これタケルを支持するんちゃうかなっていう予想やから、うん、まあ、俺はタケルが判定勝ちやな。へー、やっぱりだから、ね、はっきり言って俺なんか天心が勝つ予想があんまつかへん。マジで
村越選手とやった時のタケルとか見てたら、うん、ああいう感じで最終的に最後まで当てれずとかもありえるんかなとか思ったりとか、あ、うん、ただの格闘技ファンからすると結構詳しいから、うん、めちゃめちゃ見てるからね。モチベーションがちゃうやん、まず、うん、そこはあるかも、確かにね。モチベーションがちゃうやん、散々あんだけ周りに言われて、うん、でも呪文やりたい、やろうとしてんのに周りからも言われて、うんうん、舐めんなよっていう気持ちでやっとここまでできたわけやん。しかも東京ドーム、うん、しかもメインイベントで、うん、天心は次逆に当てられる、当ててみぐらいの勢い多分いくと思うで、当てれるもんなら当ててみ、天心に対して、うん、うーん、当てるうまいかもしれんけど、体取ったりとかそういう技術あるかもしれんけど、逆にそれ倒せるんやったら倒してみっていう気持ちで多分ガンガンいくと思うよ。あ、最終的にはもう当てられたら、でもお前のパンチで倒れんから俺のパンチ当てちゃうよみたいな、そうそうそう、来いよ来いよみたいな感じちゃう。天心の攻撃じゃタケルは倒れんから、もし当たったとしてもないない、ガーン当たっても倒れへんもん。倒れへん、ガンって当てささん、だタケルも当てささない。ああ、へえ、タケルのパンチは天心当たるじゃん、まあ、最終的には。まあ気持ちで上回って当たるかもな。でも天心にパンチがそこまで当たった選手も見たことないかも。タケルならありえる、まああるんちゃう。他の選手はどうやったかしたいとか分からんけど、もうそんなんじゃないか、その2人のレベルは。いや、ちゃうと思うで。確かに、ここやから。ああ、そこね。俺ここやから。いやいや、それはええねんけど、もう自分のやつは置いといてええねんけど、うん、チケット代聞きました。チケット代噂で聞きました。一番高いところ何倍やったっけ。300万やったっけ。これ、いや、それ3本3本言わへん、言い方古いな。300万どう。まあまあどうっていうか、まあはっきり言うて、まあ大人の事情もいろいろあると思うで、うん、そのスポンサー枠とかいろいろあると思うで、そんなもんだって普通に考えて、村田亮太 VS ゴロフキンのチケットよりか高いとかありえへん。ああ、そのレベルで言うとやばいやろ。まあでも今ゴロフキンって言ってたけど、今一瞬、え、ゴロフキンのこと一瞬ゴルフって言いかけてたけどね。それで言うと何でもいい、うん、村田亮太大変やばいやん。300万300万ってやばくない。買いました。なんで買うねん。買ってない。買ってない。観戦は観戦、もう言っちゃったな、テレビでね。アベマ TV、 そやな。じゃあさ、例えばよ、天心がタケルがの陣営やとします。やっぱり作戦立てるわけよ、お互いの陣営が。相手はこんな感じで来るから、こんなスタイルやからこう、逆に、あ、相手はこう来るからこう、予想しながらとか。それで言ったらどんな感じだよ。まあだからあれやな、天心サイドはやっぱりそのカウンター狙い、タケルって結構ゴリゴリで来るタイプやって絶対分かってると思うから、それに対してしっかり合わせる、うん、もう逆に俺だから、タケル陣営の方がカウンター取ろうとかそういうの俺ないと思うな。押し切ってまおうぜみたいなになってまうんかなって思うけどな。もうそのスタイルのままね。もう分からん、ここすぎて。あ、俺もう俺分からんわ。あ、そういうことね。例えばよ、天心はさ、もうカウンター狙いっていうのはさ、もうスタイルとしてもうみんなが知ってることやん、それは基本的には。そこでタケルってガンガン行くって決まっ、もうそういう選手って分かってる上で、タケルが逆に天心みたいな戦い方しちゃうみたいな、あえて、あえてカウンター取り出したよみたいな。最終的にじゃあ、お、え、マジで噛み合わんかったんやみたいな、うん、いやないやろ、それはさすがにエンターテイナーとしては許されんやろ、プロとしては。ああ、蓋開けてみたら結局噛み合わんかったやん、あ、こんなんもありやったんかなみたいな試合やろ、うん、今実際やってみたら分からんからな、うん、試合っていうのはリングに立ってみないと分からんからな、うん、でもそれは嫌やな、寂しいな。せや、確かに。もうお互いがどっちも自分、もういいやん、別にもうそこまでいったんやったら、もうどっちかが倒れるぐらいまでもう覚悟を決めとんねんから、やってほしいよな、うん、でどっちが勝ったからすごいとか、うんうんうん、もうどっちもすごいよ、すごいからこそ別にもうどっち負けてもええやん、うん、そこに対してもちろん勝ちたいよ、うん、勝ちたいよ、うん、本人はやっぱ勝ちたいけど、周りも陣営もいっぱい応援、スポンサーすごい、でもいろんな人がひっくるめて勝ち、本人は勝ちたいと思ってるけど、もう俺らからしたらもうできてることがすごくて、うん、東京ドームのメインイベント、うん、すごいやん。勝ち負けじゃなくてもうぶつかってほしい、うん、もうほぼそれしか分からん、うん、それでええんちゃう、まあ、勝敗予想しときながらこんなん言うのもあれやねんけど、うんうん、お互いが自分らのスタイルで貫いた結果どっちか、まあ勝敗がつけばそれでいいか、すごいよ、変に自分たちのスタイル崩す必要もないし、そう、うん、逆にそれじゃあ天心に打ち合いよっていうのもお客さんの気持ちも分かるけど、別にそれは、ね、自分のやりたいようにやってくれて、うん、それでもう見てる方がうわ見れてよかったなで満足してくれれば、うん、えんちゃん、うん、結果は大事やけどさ。
まあ勝敗予想ってそんな感じっすね。うん、まあ、結論で言うとタケルの判定勝ちを予想してるからな、うん、俺は、うんうんうん、KO 難しい、ガツンと、バチーンむずい。まあ一流同士だからな、なかなか難しいんちゃうか、うん、まあそのルールも、まあ、ウエイトのこともあるから、うんうんうん、ちょっと難しいかな KO は。難しいけどやっぱでもありえるな、どっちも。まあまあまあ、だから絶対とはない、言い切れん、うん、それは KO 決着になったらどう。いやそれはそれです、めっちゃ盛り上がるんちゃう、お客さんからしたら、うん、やばいんちゃう盛り上がり、うん、どうなってもどっかんちゃうやろうな。もうそれはもう東京ドームの下のシェイクシャックなんかもう大行列よシェイクシャックの話はええけど、あうん。